ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、海外旅行中に遭遇した恐ろしい出来事についての話を紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介した全ての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、フィンランドの小さな町という話だ。フィンランド？今回は海外なの？ああ、海外でも不思議な場所はあるようだぞ。それでは聞いていただこう。こないだ、親父が物置の整理をしててね。一日中朝食ってたかと思ったら、夕方、今にガラクタの山を積み上げて昔を懐かしんでいた。古着やら、レコードやら、陶人形やら。ふと一枚の写真が目についた。そこには、ソファーに座った若かりし頃の親父と、若い白人女性が写っていた。親父は痩せていて、当時の流行りなのか、中途半端に長い髪がおかしい。女の方は、やや顎が緩んでいるが、まあ美人の範疇だ。写真について聞くと、大学3年の夏にヨーロッパを放浪した時のものだと話してくれた。この子については、未だによくわからないことがあるんだよ。親父は意味ありげに言った。俺は、まさか一夜のちょめちょめ話じゃなかろうかと警戒して、部屋へ戻りかけた。気味が悪い話でな。なになに？怖い話？ああ。ヨーロッパに来て、一月半くらい経った頃だった。俺は北欧に足を伸ばした。フィンランドだ。まず、首都のヘルシンキに行ったが、物価が高くて、早々に出た。そして、北部のラップランドと呼ばれる地帯へ向かった。地名は忘れたが、小さな町に3日ほど滞在した。都会よりは物価も安かったし、日本人が来たのは初めてらしく歓迎してくれた。地元新聞に記事まで載ったのには驚いたよ。それに味を占めて、今度は西部の田舎へ行った。海沿いの町だった。そこでもやはり日本人は珍しくて、いろいろと質問攻めにあったりした。中でも、泊まったホテルのウェイトレスをしていた女の子が日本に興味津々でね。大学で東洋の文化を研究しているとかで、その子は夏休み中ホテルに住み込みで働いてるそうで、仕事が聞けてからおしゃべりしたりした。片言の英語でも結構通じるもんだ。正直下心もあった。ワンナイトラブってやつだ。と言ってもナンパなんてしたことないから、自然とそんな雰囲気になればいいな、なんて虫のいいことを考えてた。そのために無理して1週間くらい滞在しようかとまで思った。アホだよな。で、3日目の夜、その日も夕食を、しばしロビーで彼女と話した後、部屋へ戻った。いつもは割とすぐ寝てしまうんだが、その日はなぜか寝つけなくて、ベッドに入ったまま、だらだらと時を過ごしていた。不意に声がした。甲高い悲鳴のような女の声だ。おうおうというような、俺はぎょっとして時計を見た。夜中の2時半、カーテンをめくって外を見た。フィンランドは夜中でも比較的明るいが、街の人は夜更かししないので、いつも人気はない。ホテルの前は広場になっていて、敷き詰められた石畳が美しい文様を作り出している。俺は広場を見回した。だが、悲鳴を上げた人物は見当たらない。窓を開けて、左手の道を見た。かすかに人影が見える。どうやらこちらへ来ているようだ。そしてまた悲鳴が聞こえた。さっきよりも大きく、体の隅々まで行き渡るような、不快な声だった。こちらへ向かう人影の速度が速くなった。俺は窓を閉めた。でもカーテンの影から外を見るのはやめなかった。悲鳴はひっきりなしに聞こえていた。もはや悲鳴というより鳴き声のようだった。かなりうるさいのだが、周りの家からは誰も外には出てこず、明かりすらつかなかった。そして不快な声の中、ついに人影が広場に入ってきた。それはネグリジェを着た女だった。やたらと首を振り、ブルネットの長髪を振り乱しながら、広場を駆けずり回っている。それはかなり異様な光景だった。俺はそれに見入っていた。あの女は何なのか。なぜ誰も出てこないのか。まさか、この世のものではないのか。ふと女が立ち止まった。広場のど真ん中。いつの間にか静寂が支配している。やばい。強烈な寒気が襲ってきた。俺は身を引いてベッドに戻った。毛布を引き上げた瞬間、ノックの音が聞こえた。俺は飛び上がりそうになった。夜中に誰が訪ねてきたんだ。ぐずぐずしていたら、またノック。そう強くはないが、はっきりと聞こえた。恐る恐る覗き穴で確認したら、彼女だった。何をしに、とか考える余裕もなく、ドアを開けた。彼女は何やら切羽詰まった様子で、俺の襟首を掴んで引き寄せ、耳元で囁いた。決して外を見ないで。静かにしていて。そしてあっという間に出て行った。俺はあっけに取られて、しばらくドアの前に立ち尽くしていた。と、背後から絶叫が聞こえてきた。体が跳ねて、思わず声が漏れた。一足飛びにベッドへ戻り、毛布にくるまった。絶叫は止まない。まるでこの部屋をピンポイントで狙っているかのようだ。
しかも、心なしか、だんだん近づいているように聞こえる。ここ、5階なのに、2階、3階、4階、とうとう窓のすぐ外から。俺は気絶した。翌朝は寝坊した。あんなことがあった割には、目覚めは悪くなく、顔を洗うと、さっぱりして、悪い夢を見ただけだと思えた。人の少ないレストランで朝食をとっていたら、彼女が水を注ぎに来た。昨夜とは打って変わって、とびきりの笑顔だった。昨日のことを聞こうとしたが、笑みを浮かべたまま言ってしまった。後ろ姿を見ながら、首をかしげて向き直ると、コップの横に小さく折りたたんだ紙片が置かれていた。これはもしや、ラブレター？いよいよ、旅先で金髪美人とアバンチュールかと、期待に股間が膨らんだ。紙片をポケットに入れ、急いで食事を済ませると、部屋へ戻った。ドキドキしながら髪を広げた。あなた生贄にされる。早く逃げて。なんだこれは。意味がわからない。なんで生贄にされなきゃならないのか。頭が混乱した。彼女に聞かなければと立ち上がったら、ノックがした。ホテルのご主人だった。気のいいおっさんだ。手塚治虫の漫画に出てくるヒゲ親父に似てる。あんた、バツバツ日まで滞在の予定だったな。はい。もう少しおらんか。わしらももっと日本のことを聞きたいし、安くするから。ウェイトレスもそうしてほしいと言っとるぞ。はっとした。いえ、せっかくですが、もう出発しなくちゃいけなくなりました。その、友達と合流する約束をしていたのを忘れていまして、ご主人は残念そうに引き止めたが、重ねて断ると、案外あっさりと申し出を引っ込めた。俺はすぐに荷物をまとめると、午前中にホテルを出た。彼女に一言別れを告げたかったが、見当たらなかった。ロビーにも、通りにも、人影はまばらで、それなのに、やたらと視線を感じた。その日のうちに、フィンランドを出た。今思い返してもよくわからん出来事だった。その後、デンマークで知り合った、フィンランド人に話してみたんだが、彼も説明がつかないようだった。担がれたんだろう、なんて言われたが、田舎の人がそんなことするとは思えない。叫んでる女が地方に伝わる化け物で、現れたら必ず生贄を捧げなきゃいけないとか？俺も似たようなことを考えたが、そのフィンランド人は、そんな化け物の伝説は聞いたことがないと言っていた。親父は写真をじっと眺めていた。話はそれで終わりだ。あ、女の顔は見たの？いや、不思議と顔の記憶はない。親父は写真から目を離して俺を見た。不思議といえばこの彼女。ホテルのウェイトレス。どうしても名前を思い出せない。聞かなかったはずはないんだが。この話、地味に怖いよね。ああ、右も左もわからない土地でこんなことが起こったら、怖すぎるよな。この動画をご覧の皆さんは、初めて訪れた土地で不思議な経験をしたことがありますか？日本でも海外でも、また、霊的なことでなくても構いません。1、ある。2、ない。3、その他。よろしければ、皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。